はい、皆さんこんにちは。ようこそヒゲチャンネルです。やっと始まりました。まあ今回は特別なやりたいことがあって、まあ見ての通りデビルメイクライ5の体験版がやっと配信して、私はちょっとだけ日本語でやってみたいと思います。だから皆さんどうぞよろしくお願いします。まあこれからも日本語のな投稿とかやると思いますが、その前に皆さんになんか見てみたい作品とかあれば、なんか本体に かぐるのはまあプレイステーション2、プレイステーション1、プレイステーション3と任天堂スイッチ、そこら辺に限らせばありがたいですけど、まあ祖父が持つかどうかわかんないけど、とりあえず皆さんなんか見てみたい作品とかあればぜひ言ってください。まあその前にこれでしょ、デビルメイクライ5。踊ろうぜ。今回は英語版の体験版なんですけど、日本語の特別にやろうかと思って、まあ見ての通りサブタイトルもボイスも日本語にしました。だから今回はこの体験版はネロしかなくて、まあネロも楽しいけどね、僕はやっぱりダンテやりたいでしょ。そうだよね、ブラブラするなら彼女はすごい怒らせて早く行けよ。まあこれも結構好きですよ、挑発。今回もドロップキックもありますので、走りながら挑発ボタンを押したらドロップキック、普通に押すと普通の挑発ですね。なんだってなんだってキョン、こういうものもありますね。まあその前にオプションとか、まあオプションの中にね、コンティニュー、チェックポイント、リトライミッション、クイットミッション、チュートリアル、スキルリスト、フォートモードとオプションがあります。まあコントロールのディスプレイもオフとオンもできますので、スキルもまあ事前にスキル全部解放してできればかっこよく見せたらいいな。まあ、でもね、初めてやった時にやっぱりなんか3と4とまあシリーズ今までのキャラと比べるとコントローと稼働とかね、ちょっとなんか重みがありますね。やっぱだってフォートリアリスティカでしょ、フォートリアリスティック、英語でフォートリアリスティックというなんか超リアルな画面のキャラクター、もうグラフィックとかも全部リアルに見せて、まあリアルに見せるならちゃんとなんか動きとかはできればできるほどリアルにやってて、まあちょっと重みがありますね。やっぱなんか昔はね、走ったらすごい速いペースに走ってて、今回はね、一つのなんか歩きとかモーションはね、重みがありますね。やっぱ見ての通りになんかネロが走ったらちょっと重いですよね、前と比べて。で止まったらこういうなんかスライドもできるんですよ。なんか重みやっぱ感じますね。やっぱ攻撃しても四角ボタンを押して攻撃しても重みを感じるでしょ。ほらあれでしょ、銃も撃つとは何だっけ、ブルーローズかな、名前はあんまり覚えてないけどブルーローズかな、確かブルーローズ。剣はレッドクイーンで銃はブルーローズでしょ。ブルーローズも重みがありますよね。でこれはまあ見ての通りに赤いオーブでしょ、ほらレッドオーブ、赤いオーブ分かんないけど、とりあえず赤いオーブにします。まあこの風景も破壊できるんですよ、ほらもうやっぱここら辺見るとやっぱイギリスっぽいね、ここ。でもちょっとさっきやってて気づいたところはね、目の前になんか看板があるでしょ、金色のあれはね、スモーキンシックスナックシャックでしょ。英語というのはスモーキンシックはね、
まあランキングあるでしょ、あの、D から C から B から A から S、SS と SSS でしょ。で確かあの SSS はスモーキングシックスタイリッシュでしょ。だからこれはちょっとネタかなと思ってて、それをちょっとみんなに気づいたらいいなと思います。でここら辺は敵用まではないけどね。でもここら辺ちょっとあの丸ボタンを押したらあの新しいなんだっけデビルブリンガー使いますよ。これはねなんかすごいあのまあ私ガンダム好きだからすごいあれでしょ、シャイニングフィンガーでしょ。これでシャイニングフィンガーみたいなやつで、まああのデブルブリンガーはあの変わるなら L1 ボタンを押したら今使ってるデブルブリンガーが破壊したら次のまあ見てる通りにオーバーチャーの次の緑色のデブルブリンガーを使いますけど、僕はとりあえずあのオーバーチャー使いたいからね、今の場合はデブルブリンガーのまあオーバーチャーを使います。すいませんちょっとねあの携帯の音が鳴らしちゃって、まあいいよ。でもねあの風景はすごいでしょ、まんまんでしょ、イギリス、まあ、僕はイギリス行ったことないけどすごいイギリスっぽくて、まあなんかテレビとか写真見たらすごいイギリスっぽくてすごいな、再現度は高い。まあイギリス人が見たら多分いいかなって、まあ、分かんないけど、でもここもねシークレットではないけど一応シークレットだよね、あのレッドオーブ。まあここに見たら広いスペースがあるでしょ、まあ見たらわかるでしょ、戦いでしょ。でここでまあスクリーンが終わったら戦いを始めます。いやみんなやっぱデブルメイクライはストーリーもいいけど皆さんはアクション見たいでしょ、まあちょっと頑張ってかっこよく見せます。はいほら、でランキングが上がったらあの音楽はもうちょっとアコースティだけじゃなくボーカルも聞こえますよ。で今回もねランキングも名前もちょっと変わってて C はクレイジーで B はバドアスかっこいいでしょ、で A はアポカリプティック、まあ頑張ってて S までいけるかな。はい来い、よしよし、もうちょっと頑張ればまあ今回は無理かな、無理ゲー、いや無理ですね。さっき S まで いけたけどね、今回はまあもしかして収録の緊張とかね分かんない。でここもねあそこ見たら赤いオーブン、レッドオーブンは生ほんと分かんないけどなんか赤いもの見えるんでしょ、ダブルジャンプを使ったらいけますよ。ほらもう一つのシークレットエリアかな、これも破壊できます。そこになんか敵があって、まあ赤くてなんか赤いオーブも出るでしょ、だから早く倒したらまあ解くかな、わかんないけどね。もうすごい逃げ足が速くてなるべく早く倒した方がいいかな。まあ S まで行けたらいいけどね、いけるかな、こっちに来てであいつ虫とか BGM かっこいいよね。でも S まで行けたらね多分サビ聞こえますよ、あの皆さん多分トレーラーで聞いたらあのかっこいいサビでしょ、あのデブルトリガーのそこも破壊できます。まあ、別に僕はもういらないけどね、全部解放できるものも解放できましたからね。まあとりあえず前に行こう。ほらあそこもね、ここら辺目の前に
ロンドンバスもありますね。だから見たらロンドンでしょ、イギリスと言ったらロンドンかな。そう、あそこもなんかもしデブリブリンガー使い果てたら、これはねピックアップして使いますよ。ほら今はパンチラインですよ。まあロボット好きな人もあれでしょ、マジンガのロケットパンチ。だから僕もすごいね、ロケットパンチとかね。 あそこの緑のグリーンオーブ、あ別に回復はいらないけどね、今の場合。まあ重みはあるけど、まだかっこいいでしょ、デブルミクライ。さすがに、まあ回避も必要ですよ。確かここら辺にもレッドオーブ持つ敵は、あここね、これもできれば早く倒した方がいいかな。逃げると思うか、かっこいいでしょ。まあリアルとは言ってもかっこいい。ここも新しい敵が来ると思います。そこのペガサスみたいな。でそう、まあデブルメイクライなりのかっこいいアクション。ネロもちょっと顔変わったかな、わかんない。でこの新しい敵、クリービングヴァンガード、ヘルカイナ、頑張って S いけるかな今回。ああもうダメだ、回避し忘れた。まあみんな分かったら、デブルメイクライ4やったらネロの あれでしたね、レッドクイーンはねパワーアップできますよ。ほらここで、ね、今回の体験版はねレベル2までいけますよ。でちょっとね見せたいけど、ほらあれはまだかっこいいでしょ。でこっちまで出てきて、かっこいいね。S まで行けるかな。ちょっともうちょっと、あら残念。まあいつかもうちょっと頑張れば S まで行けるよ。まあ車も破壊できます。ここね多分頑張っていけたらなんかオーブ出るでしょ、昔のデブルメイクライみたいに。いかないね。何もないよね。まあよしとして、ここに入ってまあなんかあるけど、シーンが変わって撮れないんですよ。まあ多分本編なんか映像が流れて、なんかシーンがでこれにここのシーンを映って、まあ見ての通りにスペースが広くて敵が来ますよ。とりあえずこれパワーアップしてて、今回 S いけますかな。ちょっと頑張って、私はあんまりねデブルメイクライ得意かどうかは分かんないけど、とりあえず S までいけますよ。ほらあら、せめてね BGM まだ聞けるから、
あれかっこいいでしょ、バングトレーラーのやつ。よし、これはもうクリアですよ。かっこいいね、やっぱデビルメイクライ、デビルメイクライね。これこそスタイリッシュなアクションゲームでしょ。そこはね、一番いいところだと思いますよ。やっぱデビルメイクライシリーズね、あのステージ、一番最初のステージなんかバーあるでしょ、何回も見せて。これもなんか再現した、したかな、わかんないけどね。まあ、ここもまた新しいシーンが来て、まあこの木は多分本編なんかあるんでしょう、わかんない。まあとりあえず前に進んで、この2つも、まあここら辺はね何もないけど、とりあえずまあ壊して、あのまあ武器はもういっぱいだからいけると思うけどね、いけないですよ。ここはダメで、いけるならここら辺に行かないとね。とりあえずね、これを片付いたらね、銃をチャージして、かっこいいな。まあこのオーブも預けて、まあグリーンのやつもあって、ここら辺はねないですよ。これを進むとしたら、あのニーズヘッグベビーが必要ですよ。ニーズヘッグベビーはあそこにあります。まあここら辺は別になんかかっこよく見せる必要もないんですよ。ここもあのオーバーチャーがありますよ。でも別のあのデブルブリンガー見るなら、あのボス編でちょっとだけ見せますよ。でここであのニーズエッグベビーを取って、気持ち悪いね。まあちょっとデブルミコライっぽいね。でここ戻ってニーズエッグベビーを使ったら、このロックしたところを入ります。確かね、このゲームのエンジンはバイオハザードシリーズと同じエンジンを使ってかな、わかんない、多分そうだと思うからね。力は手に入れた、いけるぞね。ここら辺もあのオーブがあって、ここはもう何もないですね、いけなくて。でここら辺も多分確かね何もないから、まあ電話取ってね。ここも確かシーンがあって、そう、でここでね、なんかあの確か昔のデブルムリカイのなんかあの像の巨大な像、なんかこれを押してなんかミッションミューとか武器の変更とか変換とかあるでしょ。これって同じく、まあ昔のシリーズのデブルムリカイと書いてあって、これを丸ボタンを押したらカスタマイズメニューを行けます。まあ別に何も行かなくていいけどね。ほら、スキルは全部もう解放して、エアハイク、エネミーステップ、ルーレットスピン、シャッフル、エキシードのエキシード2。で、デブルブレイカーはオーバーチャー、ガーベラ、パンチラインと全部かまとめて買うオプションもあります。で、ここであの、今使っているデブルブリンガーをちょっと買われますよ。だからとりあえずオーバーチャー、僕はね、パンチライン好きだから、パンチラインは最後に残そうかな。ね。オーバーチャーからガーベラからパンチラインからパンチライン。さて、行きましょうか。次はね、確かボス戦ですよ。あの、トレーラーに出たやつ、
かな確か。まあ前に進もう。なんかこれはねイギリスですね。イギリスどう見てもイギリスでしょ。いや綺麗ねここ。でもこの大きなスペースを見たらわかるでしょ、ボス戦。じゃあ早速行きましょう。でいつもかっこよくネロがこのシーンね、まあ、なぜかわかんないけど普通に外を出て立ったままで出ました。リンク、まだ生き残りがいたか。まあスペシャルエフェクトでしょ。僕もああいう声やりたいな。正直ネロよりこういうでっかいでっかいボスやりたいね。男を見なかったか。そう、待ち合わせしてんだ。杖をついたやつ。でなぜか急にあそこのビルの上に立って、まあそれこそデブルメイクライでしょ。そう、このボスはねデザインはねシリーズ的にまあ嫌いなデザインはないよね、私的に。あでもねこれを見ると口パクはね、まあ僕も一応声優勉強やったから口パクをやっぱ見るとアメリカ版の英語の声を声に合わせてやったかなと思ってて、やっぱ日本の声優頑張ったね。本当に尊敬します。そう、今のボスはゴリアテですね。英語版というとゴライア。なんかキリスト教のバイブルのデイビッド&ゴライアス、ゴリアテ、わかんないと同じ名前ですね。まあ早速行きましょうか。キモ。テイジナか。まあやっぱそうね、インケンデセンコロッサスゴライアス、さっさと倒そう、行きましょう。まあ BGM もかっこいいけど S までいけるかな、さすがに今までやないから頑張っていきます。そうとりあえず当たらないように気をつけます。僕は結構ねこういうデブルメイクライのボス戦はね僕はあんまり剣とかは使いたくないですよ。僕は結構ね離れて銃とか使っててね、こういう戦い方弱いとみたいな、まあね、とりあえず頑張ってて S までいけるかな、皆さんを見せるために。あーでここで下に行きます。ここね気をつけないと。そうかっこいいねやっぱデブルメイクライ。そう、あシーバで行ったけどね、さすがに。そう気をつけないとね。そうさっきねおばあちゃん使って今ガベラ使いますよ。じゃガベラ使っててね、結構便利ですよ、便利。そう避けますよ。いやここはね気をつけないとね巻き込まれちゃうから、早いうちに逃げた方がいいよ。まあボスはここら辺に行きますからね、この広いスペースに。ここら辺にもおばちゃんもありますから、もう一度使おうかな。で今もうガーベラ使ったらね、ガーベラはね破壊ビームとかレーザービームがありますよ。かっこいいでしょレーザービーム。そうで今はねパンチライン、僕はまあとりあえず早速パンチライン使おうかな。お危な、おギリギリ OK、 わかんないけど
そう、A まで行きましたよ。ほら。なんとなく A まで行きました。ここはね、気をつけないと。そう。まあ、格好よくないけど、とりあえずボスを倒したらそれでいいよ、正直。で、もう一度ガーベラー使って、破壊ビームを使おうかな。巻き込まれちゃうよ。そういう場合なら L ボタン、L1 を押したら逃げるよ。で、今はね、もう、デブルブリンガーもうないんですよ。だから、どこかで探して見つけるなら使います。でもまあなくても勝てますよ、別にね。ほら、もうすぐ倒すからね。じゃあかっこよく決めようか。あと1個、じゃああと1個かな。まあそこまでいったらね、かっこよく終わろうかね。ダメか、もうちょいね、もうちょい。はい、終わり。あ、ダメか。危ないね、死んじゃうかもしれないから、ちょっとね。まあ、終わった。まあ、さっきちょっと、格好悪く見せたから、まあいいよ。ボスを倒したから、それでいい。まあ、皆さん、ここからちょっとデブルメイクライ5の体験版やったら、それちょっと皆さんに見せるために、なんか気をつけるところとか、ね。まあ、今日の12時配信したから、皆さんもしかしてもうやってた人もいるかもしれないけど、まだやってない人もありますでしょう。でもやっぱあのこの体験版はね、確かあの PlayStation 4と Xbox に配信しましたけど、 PC 版は配信してないので、なやれあのできない人のためにまあやってて、皆さんになんかあの気をつけた方がいいところもあの見せて、まあ今夜やってる人とか見せるために作りました。そう、ほら、Devil May Cry is back。まああの確か発売日は3月のあの8日かな。もうちょい1ヶ月ぐらいかな。でここでゲームを購入してタイトルスクリーンを戻りますという選択があって。もう最後まで行きましたから、皆さん見てくださってありがとうございました。ここからあの次の日本語 あの投稿とかまだ決まってないけど、とりあえずあの今英語でメタルギアソリッド2をやってて、皆さんにさっき言ってた皆さんに見たいとかこれを見たいとかあの作品とかあれば、私にまあ持ってる範囲にやろうかなと思ってて、Twitch の, あの配信は やるつもりもありますので、あそこも見てください。やっぱり一番大事のは、最後まで見てくださってありがとうございました。で、もう一つは、このヒゲチャンネルを登録してください。あの、サブスクライブボタンね、登録ボタンを押してください。これは一番大事ですよ。押してください。お願いします。で、次の配信まで見てくださって、まあ、次の配信わかんないけど、見てください。ありがとうございました。じゃあね。